微法道株式会社美宝道は1950年から2011年まで愛知県名古屋市東区白壁に存在した宝石、貴金属店、その他宝石腕時計、高級カバンも取り扱っていた。なお、同名の会社がいくつか存在するが、同社とは無関係である。社長の野野垣学が1945年の終戦直後に 闇市の手伝いから中古時計の販売を手掛けるようになり、現所在地にて開店した野々垣商店がビタカラ道の創業である。その後、1950年にビタカラ道時計舗となを改め、1960年に法人改装。1960年代前半まで日本国産時計の販売を主力にしていたが、売れ行きが落ち込み1970年代よりロレックスや オメガなどの日本国からの輸入物の高級時計を扱うようになる。1981年よりテレビ CM を開始し、社長が出演するユニークな内容で評判となる。1982年に1号館、後の宝石館を建設して店舗をビルにし、1989年より現、社名となる。バブル期の1992年には2号館。 1994年には3号館、後の時計館を増築。派手なスーツで社長が出演する、テレビ CM や100万円以上の購入客だけが入れる、天井から壁まですべて金ピカの黄金の VIP ルーム、腕時計と指輪の入った1億円の福袋、文字盤からベルトまでダイヤを埋め込むオリジナル時計の億万長者モデルなどの成金趣味で話題を集め、 一時は年賞が40億円を超えたが、その後はバブル崩壊や不況で売り上げが激減。1994年に新たに建てた自社ビルの借入金返済が負担になる。2000年の元日にはミレニアムを記念して2000万円相当の商品が入った福袋を売り出したり、2005年日本国際博覧会愛地球博開催期にはビタからどう55周年を 記念して本店でビタからど博覧会なものを開催した。2007年1月期には11億円の売上高を計上していたが2008年のリーマンショックによる消費不況により業績が低迷。2010年1月期の売上高は7億円にまで落ち込んだ。2010年5月にネイルサロン事業に進出するも2009年には 銀行からの借り入れができなくなり資金繰りが悪化。2011年3月、詐欺事件、詳細は、詐欺事件が報じられるとともに、資税対応により、資税事務所から店舗の差し押さえを受け休業状態となる。本社券店舗だった自社ビルが、同年4月末に売却。同年5月2日に2度目の不当たりを出し事実上の、倒産。 広告宣伝費などの借り入れ負担が経営の重荷になっていたと伝えられた。同社サイトの会社概要では売上高は最後まで年賞50億円、本年度予定となっていた。同年6月8日と7月1日に投資詐欺容疑で愛知県警に専務が逮捕された。10月21日にも粉飾決算による信用保証協会への融資詐欺容疑で3度目の逮捕。 詳細は、詐欺事件。2013年1月10日、名古屋地方裁判所より、破産手続きの開始決定を受けた。不債額は21億円。2014年4月14日、名古屋地方裁判所にて、専務に、懲役3年の実刑判決。同年10月14日、名古屋高等裁判所にて一審を指示し控訴企の判決。 自報道自体も2015年12月17日に法人格が消滅した。廃業後の店舗ビルは建築からすでに30年以上が経過していたが、周辺が住宅地のため大規模な解体工事は困難で、1年以上、買い手が見つからず放置された。2012年9月になって、地元の建築会社 K&S ジャパンが購入、建て替えはせず改装して、 同社の住宅ショールーム兼事務所、白壁アネックスハウジングメッセとして利用されることになった。11月に工事を開始し12月には通行人が見守る中、美報道の金色の看板が撤去され、2013年7月にリニューアル完了。黒塗りだったビタカラ道の旧都景観ビルは、所在地名の白壁にちなみ白色に塗り替わられると、共に宝石館も改築。 ビッタから同時代のイメージを覆すよう明るい雰囲気に一新された。しかし生まれ変わったのもつかの間、営業は長く続かず早くも2017年には休業状態となった。同年8月末に市内の不動産会社に売却された後、12月に解体を開始。さらちを経て2018年6月から同社管理の駐車場となっている。 1981年より始まった同社のテレビ CM は社長である野野垣学とその孫野野垣が,がいが出演しており、東海3県では有名だった。この CM は社長の息子で孫の父である野野垣隆専務が映像制作会社をさずに自社で制作、絵コンテから衣装制作、撮影、編集に至るまで全て行っており、 制作から放送までは3日というスピードを誇っていた。2009年5月までに300本を制作した。映像の中で社長が発する定番のセリフ、名古屋、清水口のビタカラドへどうぞは、東海3県在住者で知らない者はいないほどにまで、有名なものとなり、2ヶ月に一度更新される。この CM は、毎回見る者に、レゾローカル CM という印象を残した。 孫は1989年の3歳の頃より祖父と共に出演しており、CM の中で年を追って、孫が成長していく姿を見ることができた。しかし、実生活では CM によるいじめが原因で一時期、ぐれてしまったとのこと。そして2005年からは、それまで裏方に徹していた専務も出演に加わり、社長、専務、孫の3世代が共演する CM が実現した。 2006年頃からは、専務がメインの CM が多くなり、社長と孫は CM にあまり出演しなくなった。孫が出演しなくなったのは、他県の大学に進学したためとも言われている。2007年には、リクルートとのタイアップで、タウンワーク758のローカル CM を制作した。2009年12月放送のフジテレビ系列、爆笑大日本アカン警察でも、 この CM が取り上げられ、実際に大学生になった孫が同番組の観客として出演した。セキュリティ上、これまでのテレビ番組出演時では非公開となっていた氏名、年齢が明らかになった。2010年に孫もビタカラ堂に入社し、企画開発室長を務めるようになった。同年5月、孫はビタカラ堂の空き店舗を利用してネイルサロンをオープン。 末期は、専務のラジオやテレビ番組への出演を機に、これまでのマスコミ媒体を使った CM 戦略から方向転換を行い、取り扱い商品も時計中心のブランド戦略から時代に残せる財産としてのダイヤモンドという高齢者向けのシフトを行っていた。このテレビ CM によってビタカラドーは、東海地方では抜群の知名度を得ていたが、 前述のように広告宣伝費は経営の負担となっていたと伝えられ、2008年頃からテレビ CM は減少し、2010年7月末でテレビ CM の放送はなくなった。2011年3月、ビタカラ道の実質経営者だった野野垣隆専務が所属する地元のロータリークラブの人脈を通じて、知人らからダイヤモンド投資事業の運用名目で現金を集め、 4,600万円以上が返済不能となるトラブルが発生し、詐欺容疑で被害届を出されるとの報道がされた。少なくとも2期連続で2億4,000万円の赤字決算となっていた。このトラブルが発覚して、以降、休業状態になり2011年5月2日に2回目の不当たりを出し、事実上倒産したと5月11日に報じられた。2011年6月8日、 専務が詐欺容疑で逮捕された。さらに7月1日は別の投資詐欺容疑で再逮捕。8月8日に初公判が行われ、2009年から銀行からの融資が不可能になり、父が創業したビタカラドを倒産させたくないと粉飾決算をし、知人への投資詐欺で得た金を会社の運営資金に流用したとする基礎内容を被告の専務は認めた。 さらに2011年10月21日には2008年11月に在庫5億円以上水増しした虚偽の決算報告書をもとに愛知県と名古屋市の各信用保証協会から不正に得た信用保証書で金融機関から7000万円の融資を受けたのが詐欺に当たるとして3度目の逮捕となったがこの容疑については取り調べで否認した。なおこの融資は 国の景気対応緊急保障制度を利用したもので、同社が受けた最後の銀行融資であった、返済されたのは120万円だけで残る6,880万円は、すぐに焦げ付き、信用保障協会より、大弁済された。後半でも専務は、投資詐欺は認めたものの、信用保障協会への詐欺については、粉飾決算は創業者である父親に赤字を隠す、ため、 決算書類が、融資保証に使われるとの認識はなかったと無罪を主張だが、長年経理を担当し、粉飾した、決算書類が、融資保証の可否に使われることを十分理解していた、保証を受けた、融資の返済が滞り、多額の公金が使われた、実の父親から受け継いだ会社守りたいという気持ちは、理解できるものの、結果は重大で非難に値するとして、懲役3年、 休憩懲役5年の実刑判決を受けた。控訴審でも事実誤認や量刑の不当を主張したが、原判決に誤りはない。運転資金を確保するため不正に信用保障を得た、動機に組むべきものはないとして一審判決を指示され控訴を棄却された。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。